タッグマッチ60分一本勝負を行います。赤コーナー130パウンドキューティースレイジー、165パウンド長野スレイジー、青コーナー145パウンドクラムマリーコー、170パウンドデビルマサーリー、今デビル雅美が長与千草に何か一言声をかけました。果たしてデビルは一体千草に何を語ったのか。まさにサンダークイーンバトル in 横浜2トリプルメインイベント第2試合、その全てがデビルのあの一言に凝縮されているのかもしれません。60分一本勝負、カメラが捉える長与千草のこの表情、口間一文字、そしてふーっと大きく呼吸をしたデビル雅美。キューティーとプラムは握手を交わそうというアクションを見せました。しかし長与千草は今ようやくデビルと握手を交わした。握手がご覧のように交差しました。果たして赤コーナーは長与千草かキューティー鈴木か。おっと、これはどうやらキューティー対プラムが先陣を切る。今日のモストスペシャルパーソンズレスリングジャム60分一本勝負、運命のゴングが共鳴している横浜文化体育館。いやおうなしにフルハウスのまさしくハイテンションを迎えています。一体誰が先陣を切るのか、キューティーかプラムか、はたまた千草か、それともまさみか。どうやら長与千草だ。長与千草がバッシングを送っているのはもちろんデビルまさみだ。ここに来い、早く来いという長与千草の目つきをゆっくりと全身で受けているデビルまさみ。微動だにしない両者、一歩二歩三歩四歩と後ろに交代しながら左回り、何を今両者は考えた。後方から一発放っていったのはプラムマリコ、しかし結果は同士打ち。ヒットスタンプを放っていったのは長与千草、そしてキューティーはデビルを捉えている赤コーナー、こちらもヒットスタンプであります。さあそして長与千草が場内はまだ、そしてまたリング内もまだ落ち着きを取り戻していません。フルハウスの横浜文化体育館トリプルメインイベント第2試合、ちょっとした動きがあって、そしてどうやら戦いはプラムとキューティー、フライングニーを放っていったキューティー鈴木、バックを取ったプラム、ジャーマン、ジャーマンを一発払って、ここでデビル雅美がキューティーを捉えエルボーを払っていく、後頭部から首筋、首を掴んでぐるっと一回転して顔とそして胸元を痛打するという投げ技を放っていったデビル雅美であります。カウント2でそれをクリアしていった。ニュートラルコーナーに据えていくデビル雅美、デビルの形相がいつしかヒールのデビルの表情に変わっていくのか。一ノ瀬さん、はい、遅れましたが今日のこのトリプルメインイベント第2試合、今までの動き2分58秒経過しました。見どころを触れてください。まあ、やはりですね、まあ、なんといっても、長与選手がですね、はい、今年4月に、
復帰しまして、はい、シングル2試合を行ったんですけれども、はい、やはりそれはあのオールスター戦の中の1試合という感じであったんです。お祭り的なイメージであったんですけれども、はい、まあ、今日新たな第一歩としてですね、場合によっては JWP で今後、活動していきたいと、はい、本人もそう言ってますしね、はい、その意味ではかなり、しっかりした形の試合を見せないことには、まあ、自分自身やっぱり納得できないと思うんですよね。なるほど。ですからその辺かなり長尾選手も今日は思い詰めて、違った意気込みで今日ファイトしてくると思うんですよ、まあ、やはりそこが、一つポイントであることは間違いないと思います。なるほど。まあ、そこでですね、長尾選手は、デビル選手にかなり、意識を集中させているようなんですけれども、はい、まあ、ある意味で、この試合の主役はですね、はい、まあ、プラム選手とやっぱりピッチ選手だと思うんですよ、はい、その長尾選手に視線が集まる中でどうやってそのプラムとキューティーがですね、はい、自分の存在感を出していくかっていうのが、はい、まあ、一つそこが達成されれば、はい、まあ、この試合の持つ興奮度というのがですね、かなり、はい、なんですかね、加速度的にアップしていくと思うんですよね。なるほど。いや、まさに一ノ瀬さんがおっしゃるように、このデビルという牙城を崩さない限りはダイナマイト関西行きのチケットは私はもらえないと思っていますというふうに彼女は言っています。新人長代千草と呼んでもらいたい。ですから長代選手の目には、はい、今デビル選手しか見えてないと思うんですよね。そこをプラム選手がですね、いかにして振り向かせるかっていうのがやはりあの隠れた見どころというか、力比べからギザ人体固めか。まさにスタンディングの位置から打撃技、蹴りを見せる長代千草。デビル正美、デビル正美、手が届く、右手が届く、右手が届きそうだ、右手が届きそうだ、右手が届きそうだ。スリーパーでこのまま落ちてしまうのか。がっちりと掴んだデビル正美、キャンバスを思いっきり悔しそうに叩いた長代千草。バックを取ってジャンスクラックスを向かった。まだまだデビルのパワーは、磨きのパワーは残っているのか。右手を高々と上げた長代千草、もう一発バックを取った。カウント2であります。お見事デビル正美。フォローに入ったクラムマリコ、さあここでふらついているデビル正美が今度はそれをお返しできるのか。逆にジャーマンで投げっぱなしはキューティーがフォローに入る。やはり最後はこの両者占領役者ツープラトンで、ヒールキックを今日は多投する。しかしそこはエルボー一発放ったデビルが、デビルが反撃に、カウント2であります。うつ伏せになってしまった長代千草、ニュートラルコーナーから最後は超ド級のギロチンドロップだ。長代をバンジーキュースだ。長代千草カウント3を切れてしまいました。